疲れない頭皮ケアのやり方を今日はご紹介したいと思います。はい、50歳からの美顔は武器になるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回は頭皮のことをやっていきたいと思うんですけども、白髪だったりとか薄毛だったりとか、あと髪の毛がねペターンってなっちゃったりとかパサパサしたりとかで悩んでる方、簡単にできるっていうより楽にする方法を今日は疲れない頭皮ケアのやり方を今日はご紹介したいと思います。まずね、頭皮ケアなんでしなきゃいけないのっていうことなんですけども、やはり白髪にしても薄毛にしてもね、抜け毛にしてもね、ぺったんこになってもパッサパサするっていうのも、みんなね、頭皮の血流が悪いと栄養分が回らなくて、ね、一気にダメになっていってしまいます。なのでまず血流を良くすることっていうのがすごく大事になってきます。あと匂いですね。で、頭皮ってこう今の時期じわって汗かきません？じわって汗かいてきた時ってものすごく皮脂が出てくるので、毛穴が詰まりやすくて、そこから紫外線当たって匂いを発してきます。なのでちょっと頭皮がね、匂いがちょっと気になるわとかいう方は、オイルクレンズっていうことをおすすめしています。なので今日やるのはね、血流を良くして、ね、汚れを浮かして匂いの元を断つっていうことと、健やかにね、髪の毛が育ってもらえるようにっていうことで、この毛穴の中をきれいにしていきましょうよっていうことを今日はやっていきたいと思います。では早速やってみよう。はい、今私こう全然何にもつけてない状態で乾いてる状態になります。こちらの方のね状態でまずオイルをつけていくんですけども、オイルってすごいたくさんあるから顔に塗っててもなかなか減らないと思うんですけども、私はいつものこのオーガニックホホバオイル。皆さんね、自分のこの顔にね使ってるものだと頭皮もね皮膚なので、一緒にね使っていただいたらいいです。まあオイルにもいろいろ効能があるので、効能の方はこちらで説明します。で、私は今日は本日はホホバオイルの方を使っていきます。ちょっとねこういう入れ物に入れてあります。でしっかりねつけたい時にはちょっとねこの分けますよね、この分け目のところに手ねちょっとつけていただいて、これでこういう感じで、でここをめくってまた指つけたところで跳ねた大丈夫。で私すごくこの辺がね薄いんですよ ね、 なので薄いところとかね、あと頭皮が結構脂っぽくてなんか匂ってくる人、結構ね今の季節ってじわって汗かくので、頭皮がちょっとねなんか匂いが気になるっていう方はオイルクレンズしとくとすごいいいですよ。ほんとね、パサパサの人も髪の毛までね馴染ませてあげてください。で馴染ませたら本来ねこのまんまちょっと10分ぐらい置いていただいてからブラッシングしてもいいんですけども、今日はねそのままやっちゃいますね。ブラッシングどんな櫛でもいいです。こういうちょっと木っぽいのでね、溶かすことが大事なので、このまんまぐーっとこのね首の下まで何も考えなくていいです。このまんまちょっとずつね、生え際から首まで流していきます。これを2往復それだけで皮膚もね上がってきますしね、でこうすごいいい感じのねこう血流がこう流れていく感じになってます。で次に手なんですけども、手でねよく握ってますけど、こうかき上げてこのゴールデンポイントって言われるてっぺんですね、頭のてっぺんのところに向かってぐーぐーね、かき上げポーズで、で横は上
で下からね、下からギューっと、ぐーっとね、てっぺんに血を集めてから首のね、太い血流に向かって流す感じで、ぐー、もうね、このぐらいでもうどう？髪の毛ね、全体的にはこうやってね、いい感じで馴染んでいるので、この状態で、そこからヘッドマッサージすると疲れちゃうわとか、結構ね、力いるから嫌なんですっていう方結構いらっしゃるので、はい、このね、つぼ押しのところ、いつもね、よくやってるのは、ここをガッとね、組んでいただいて、指をクッと折って、ここの部分をね、使って、ギュッ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 ってやると、こうやって力こうやってやるよりは、全然力ね、なく、つぼが抑えることができます。で、自分のね、髪の毛が薄いところとか、こう、ぺったんこになりやすい場所っていうのはよくね、揉んどくといいです。ね、ここから。で、こういうね、M 字型ってて、ここら辺が薄くなってきちゃうので。でも、なかなか後ろがね、うまくいかないと思うので、ポイントで、つぼをしていきたいわけです。で、こうやってまた押していくとまた疲れちゃうってね、おっしゃるので、すごくね、こういうものも売ってます。顔こりほぐしっていうやつなんですけども、これすっごい効きます。うん、指にこのままね、こう挟んで、よいしょ、色違いです、この状態で。これをね、ここの部分ね、ブロックを分けていくんですけど、センターラインをやって、こういう状態でちょっとずつ下に持ってくるんですけども、このね、ツボを押さえた時にキュッて、本当にね、軽い力ですっごいピンポイントに効くんですね。うん、こういうね、楽なアイテムもあります。ぐーっとね、で、これをそのまんま後ろ下に下げていく感じで、ちょっとずつこう持ってくるんですけど、私これ持ってませんっていう方はいいんです。持ってなかったら持ってないで、綿棒で対応できます。はい、で、皆さんお持ちの綿棒で、このね、持ち方は添えます。で、ここでギュッと、先ほどのね、つぼ押しよりはもうちょっとソフトタッチにはなってきますが、全然指で押すより痛気持ちいい感じ。うん、ちょっとずつ綿棒って何でも使えて便利ですよね。結構効くわーってなってくるから。で、しっかり頭皮ってちょっとね、顔に比べると少し鈍感じゃないですか、痛覚とかがね。なので、こうピンポイントでね、ちょっと刺激を与えていくと、薄毛の方とかね、さっき言った白髪が多い方とかね、あとぺったんこになっちゃったりとか、うねりがすごくひどくなってくると、すごいね、血流が悪くなって老化、頭皮のね、老化になるので、頭皮環境をね、良くしていくのがいいです。うん、で、私たちの年代、まずね、乾燥毛でね、バッサッとしたりとか、バッサッとかね、ぺたっとか、まあ最悪な感じになると、本当、なんだろう、なんか幸せ薄そうになってきちゃうじゃないですか。なので、髪の毛のね、ケアってすごい大事です。大事。パックしてる間とかね、今ちょうどおこもりね、して結構ね、ストレスがね、私もこうイラってなる時もあるので、そういう時はね、頭皮がだいたい硬くなってるんですよ。もうこれだけで、いいです。はい。もうこれでね、シャンプーしていただけると、まあ顔も今すっきりしてると思うんですけども、ね、ほんと薄毛とか、私ほんと昔から薄かったんですけど、髪の毛ね、そんなにね、抜けないで何とか持ってる感じっていうのは、ちょっとこうやってね、月に1回ぐらいしっかりね、ケアをしてあげます。ね、これをね、やってあげるだけで、また髪の毛がね、復活して、皆さん若々しくなるので、ぜひやってみてくださいね。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ね、皆さん一緒に、ね、綺麗になっていきましょうね。もしよかったら、ね、高評価ボタン、登録ボタン押していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。